肉体的にも精神的にも極めて過酷な環境の中、皆さんには南スーダンの国づくりに汗を流していただきました。実際に現地で駆けつけ警護等を実施することはありませんでしたが、必要な任務と権限を与えられ、事前に十分な訓練を行い、しっかりと体制を整えた部隊が活動することにより、現地の邦人の安全に資するだけではなく、皆さん自身にとってもリスクを低減することにつながったと考えております。それではインタビューの方を始めさせていただきます。まず、与えられた任務を、全て完遂をできたということで、大変良かったなというふうに思っています。心情としてですね、はい、実施しなくてもやっぱちょっと安心したというところもあるんでしょうか。特に私、その個人的にどうこうという感情はありませんけれども、任務を与えられている以上は、いつ何があっても対応できる所要の準備というのは、しっかりとやっているということです。